こんな監督でいいの？日本代表が中国戦で勝ちきれなかった森保監督の理解不能な采配ミスとは、2022年7月24日に行われた日本代表と中国代表の試合は、日本代表が必ず勝たなければならない試合でしたし、内容にしても日本側のペースでしたが、結局スコアレスドローに終わりました。日本代表が中国代表に勝てなかったのは、選手ではなく森保監督の理解不能な采配のせいだと言われていますが、それはどういうことなのかを紹介します。日本代表と中国代表戦の試合内容とは、サッカー日本代表と中国代表戦が2022年7月24日にトヨタスタジアムで行われました。日本代表は格下の中国代表に勝たなければいけない試合でしたが、結果は0対0のスコアレスドローで終わりました。試合内容にしても終始日本優位の試合運びだったし、シュート数でも中国が4に対し日本は22のシュートを放っていました。またボール支配率にしても日本は 65% だったことから、いかに日本側ペースで試合を進めていたかが分かります。それなのに得点できなかった理由はどこにあるのでしょうか。それにしてもシュート数22で枠内シュートが7本、コーナーキックが11本で全くゴールシーンがなかったのですから、選手にしてもかなり悔いの残る試合になったことは間違いありません。中国代表のメンバーは24人中22人が23歳以下の若手で占められ、日本代表と比べると格下のチームのはずであり、2対0か3対0で勝つべき試合でした。中国代表は最終ラインに5枚のディフェンダーを配置し、守備を固めた戦い方をしていたものの、前半から日本代表が圧倒的にボールを握って攻勢に出る試合内容でした。橋本選手、脇坂選手、野津田選手らの中盤選手が高い位置から攻撃に絡むなど、シュートも積極的に打っていました。また右サイドからは宮市選手が何度もゴールに迫る場面がありましたが、それでもゴールネットを揺らすことができずに前半が終わりました。後半に入るととりあえず1点が欲しい日本でしたが、それでも前半と同じような構図で試合が進められ、あと一歩のところでゴールを決めることができませんでした。ただ後半8分に前半で見せ場を作れなかった細谷選手に最大のチャンスが訪れました。ペナルティエリア中央でディフェンダーを振り切ってゴールキーパーと1対1になったものの、細谷選手のシュートは惜しくも枠の上に外れてしまいました。決定的チャンスを逃した日本代表はその後も時間が経過するのみの試合運びとなりました。森保監督は81分になってようやく前回の試合で結果が残せなかった相馬選手や西村選手を投入して得点を狙いましたが、結局スコアレスドローという結果に終わってしまいました。ドローで終わった理由は、今回の中国代表戦で勝たなければならない試合をスコアレスドローで終わってしまった要因は何だったのか、選手や森保監督の評価を見ていきましょう。まず全体的な総評では、相手の5バックと4枚のミッドフィールダーに対し横パスばかりでボールを保持したものの、アイデアに乏しくなかなか突破口を見出すことができませんでした。格下相手にスコアレスドローは情けないと、選手たちの不甲斐ないプレーに総じて厳しい評価がありました。例えば佐々木翔選手は33分の自陣左サイドでコントロールミスがありました。また細谷真央選手にしても、せっかく掴んだ53分と57分のビッグチャンスをそれぞれ決められなかったことが試合に大きく響いたとして厳しい評価をされています。他の選手にしてもミスはなかったにしても、それぞれが得点に結びつけることができずに悔やまれる結果となりました。問題の森保監督の評価ですが、森保監督は前半の攻撃がうまくいかずに低迷していたにもかかわらず、ハーフタイムに動かすことはせず、最初に交代のカードを切ったのが62分でした。この遅すぎる采配は0対0というスコアも影響しているのでしょうが、明らかに流れを変えた相馬や西村をピッチに送り出すのが遅すぎたと、勝ちきれなかった原因が森保監督にもあることを指摘されています。その証拠に81分に投入された西村拓真選手は試合終了間際にコーナーキックからのヘディングを決めきれなかったが、もっと早く投入していればもっとチャンスがあったのではないでしょうか。また同じく81分に投入された相馬勇紀選手にしても、
ピッチに送り出されてすぐの84分にペナルティエリア内左側でドリブル突破し、杉岡選手のチャンスを演出していますから、もっと早くに投入しておけばという悔いが残る試合内容となってしまいました。今回の勝たなければならない試合でスコアレスドローとなった原因が全て森保監督のせいだとは言えないまでも、試合の終盤までなんとか得点できるだろうという楽観的な考えが交代カードを遅らせる結果になったのではないでしょうか。確かに選手にしても決定的なチャンスを逃したこともありますが、大きなミスもなく、それぞれの選手がチャンスをものにできなかったのが勝てなかった理由の一つだと言えるでしょう。運がなかったといえばそれまでですが、このシュート数とコーナーキックの数からしてもいかにチャンスをものにできなかったかがわかります。ドローで終わった理由はやはり森保監督のせい。そしてこの試合については中国が奮闘したというよりは日本が勝手に墓穴を掘ったという印象が強いようです。特に森保監督の監督としての能力の限界を感じた試合だったという酷評もあります。ワントップに起用された初代表の細谷選手は縦への推進力のあるスピード系の選手であり、ポストプレイヤーではない。そしてトップ下として出場した脇坂選手にしてもアタッカーというよりは中盤系の選手だから、2人が前線で縦の関係を組むことでそれぞれの位置が離れて細谷選手が孤立してしまいます。つまりワントップとワントップ下の良好な関係を築くのは難しいのは最初から分かっていたという意見もあります。それから森島司選手が 4-2-3-1 の3の左として先発した左サイドに問題があり、森島選手が3の左としての適性がなく、左サイドバックの佐々木選手との良好な関係を築くこともできなかったことが勝てなかった要因だといいます。2017年までサンフレッチェ広島の監督を務めていたにもかかわらず、森保監督は森島に3の左としての適性が欠けることを気がつかなかったのだろうか。さらにサンフレッチェ広島の前身である松田で育った森保監督は、そのよしみからか今回は広島から6人も選手を投入しています。今回の中国戦でも先発で5人、大迫選手、荒木選手、野津田選手、佐々木選手、森島選手、途中交代で1人、満田選手と全てピッチに送り込んでいます。こうした強引な招集に広島ファンにしても困惑したのではないでしょうか。森島選手を 4-2-3-1 の3の左で起用するなら、後半24分に活躍していた宮市選手に代わって右に投入された満田選手を最初からそこで起用していた方が断然良かったという意見があります。そしてもし森島選手を使う場合はワントップ下がいい。ですが選手として勝るのは脇坂選手。脇坂選手を外せないと考えるなら、そもそも布陣をいじるしか方法はないと思う。とにかくなぜ鹿島の選手を1人も選ばず広島の選手を6人も選んだのか。4980人しか集まらなかった鹿島スタジアムでの香港代表戦や今回の中国代表戦など、森保監督に責任を追及したくなる試合が続いていると思います。まとめ、この動画では2022年7月24日にトヨタスタジアムで行われたサッカー日本代表と中国代表の試合内容や、勝たなければならなかった試合がスコアレスドローとなってしまった理由について紹介しました。特に得点できなかった一番の原因が森保監督の采配ミスではないかという意見をまとめました。最後までご視聴していただきありがとうございました。